おはようございます。ご紹介いただきました米山隆一です。ありがとうございます。ただの私、政治の世界に足を踏み入れたその時、2005年でした。中越大震災、この山古志を襲った大きな地震から1年後です。そして今亡くなられた長嶋忠康先生、一緒に選挙戦を戦いました。たくさんのことを教わりました。本当に皆さんのことを歩いて、そして皆さんのお気持ちを聞いて、皆さんの声を聞いて、それを政治に反映していく。政治ってそういうものなんだ。私は政治の第一歩、この地で薫陶を受けた、この山古志は私が政治を始めた、そのスタートの場所だと、ありがとうございます。ありがとうございます。思っております。それはその中で今、選挙戦で戦われております。3人候補がいて、3人それぞれおっしゃられていると思う。私はそれは、それぞれの主張だと思います。構わない。でも皆さん、今必要なこと、今この山越しで生きていくのに必要なこと、何でしょうか。もちろんいろいろあると思います。人によって違うと思う。でも、その中の一つに、年金ってありませんか。年金。道路を作る、橋を作る、トンネルを作る、何かすごくかっこいい地域おこしをする。いいんですよ、それは。いいんです。でも、本当に今皆さんの生活に必要なものの一つに、年金、ありませんか。与党自民党ずっと年金の問題、ほったらかしです。未だに解決してない。ここにお暮らしの皆さん、少なからぬ人が、国民年金だと思う。6万5千円、月にもらってる。それが全てだと思う。それで暮らせますか？今はまだ、足腰立って元気だからいいかもしれない。でも、だんだん足腰も弱くなって、年金だけで暮らす、その時に6万5千円で暮らせますか？介護は必要になって施設に入れない時に、6万5千円で入れますか？この問題、放置してはいけないんですよ。ちゃんと年金だけで暮らしていける。年金だけで、そら施設嫌だけど。でもね、そうは言ったって、それはまあ足腰が長くなったら施設の方が楽ですよ。そういう時には、ちゃんと施設に年金だけで入れて、ちゃんと介護してもらえて、楽々した老後を送れる。それが、当たり前の国、当たり前の政治じゃないですか。その問題、ぜひ解決させてください。野党、いろいろ言われますよ。でも民主党、年金問題解決しようと、それを大きな争点にして政権交代したんです。それが中途半端で終わった。ぜひね、みんなが安心して暮らせる年金制度、作らせていただきたいと思います。そして医療、今、山越診療所、加藤先生頑張っておられます。偉い。でもこれも、加藤先生いなくなったらいつまで続けられるのかわかりません。年金があって暮らせても、ちゃんと診療できる、診療してもらえる診療所があって、往診にしてくれる先生いなければ、やっぱり安心して暮らせないですよ。日本全国どこでも、同じように医療が受けられる。それも国がやらなきゃならないことです。でもそれも、国はずっと放置してきたんです。今、皆さんが安心して暮らせる、そのために、医療、どんなところでもこの、牛がの山越しでも、ちゃんと受けられる。そんな体制を作らせていただきたいと思います。そして最後に農業です。今この山越し、錦鯉が盛んです。それでしっかりと進行してまいりたいと思います。それと同時にでも、やっぱりお米でしょう。あの美しい棚田をちゃんと守って、そして、
お子さんやお孫さんに引き継いで、私たちの責務じゃないですか。そのために、個別所得保障制度、民主党を作りました。でも、潰れちゃいました。私は知事になった時に、新潟県で中山間地域、ちゃんと農業を守るために所得保障制度を作ろう。そう言って、モデル事業を立ち上げました。一旦あたり1万5000円多くはないですよ。でも、米の値段が下がっても、やっぱりそれはちゃんと保証される、そう分かっていれば、先の見通しを持って農業を続けられるじゃないですか。そうしたら、みんなが農業と、そして医療、農業をしながら、ちゃんと医療を受けながら、そして年金ももらって安心してこの地で暮らしていけるんです。そしてそれが、今度は次の世代、一度減ってしまった山越の人口をもう少し増やしていくことにつながります。皆さん、もう一度、今、皆さんの暮らしに、私たちの暮らしに何が必要か考えてみてください。道路ですか？橋ですか？それとも、キラキラした山おこし、村、キラキラした地域おこしですか？私は違うと思う。もっと地に足のついた、年金であり、医療であり、農業だと思う。この地、強かった、偉大な政治家、田中角栄さん言ってました。政治とは何か？生活である。政治とは何か？明日ご飯を食べられない人をなくすことだ。政治とは何か？子供を学校にやれなくて切ない思いをするお母さんをなくすことだ。理想より現実だ。そう言ったんです。私は、この山越の現実を見て、皆さんが必要としている、年金を、医療を、農業を守っていきたいと思います。全身全霊、全力で頑張ってまいります。どうぞ、ご支持ご声援をいただけますことを心より、お願いいたしまして、私の街頭からのご挨拶をさせていただきます。ご清聴大変ありがとうございました。